こんにちは、Gです。今回は今月に公開予定の Ubuntu 21.04 ハースートヒッポーの詳細情報をお届けします。以降ヒッポーとかカバとか呼びますが、Ubuntu 21.04 は4月22日に公開予定です。画面のサイトにデイリービルドが公開されていて、3週間ほど前から継続してテストしています。この動画は3月28日版を使用したインストール手順とプレビューになります。このサイトからラズベリーパイジェネリック 64bit プレインストールドサーバーイメージをダウンロードします。ラズベリーパイイメージャーで SD に焼いて、ラズベリーパイに挿して起動します。ラズパイ側はプロンプト状態のままで、Mac 側ではターミナルで SSH 接続し、アップデートとアップグレードを行います。続いて、sudo apt install ubuntu desktop とタイプして、ubuntu desktop をインストール。早送りしていますが、この作業は約30分程度かかります。終わったら、sudo reboot で再起動すると、ヒッポーが起動します。エラーがあったり、表示が少し崩れるのは、今時点ではご愛嬌です。ご覧のように、エラーで初期設定ができませんので、手動で設定しました。言語設定と日本語のインストール、ロケールの設定、ファイテックスモズクのインストールを行い、再起動。キーボード設定はターミナルから画面のようにコマンドをタイプし、ジャパニーズとジェネリック102キー PC を選びます。本当はジェネリック105キー PC でいいはずなんだけど、どの設定にしてもキーレイアウトがおかしくて直りません。画面が崩れていますが、画面クリックで直ります。コーディックインストールやオーバークロックも行い、一応使える状態になってるはずなので、各部を見ていきましょう。起動時のログイン画面は変わっていません。画面右下で GNOME と Ubuntu が切り替えできます。お好きなディスプレイマネージャーをどうぞ。デスクトップはこんな感じ。アクティビティをクリックしてもドックは表示されたままで、ワークスペースが右側に表示されます。ランチャーで見ると標準テンプアプリはこんな感じです。VLC、セルロイドと MPV は別にインストールしたものです。設定をご覧ください。特に大きく変わったものはありません。ドックの設定は変更しないように。変更すると現状ではランチャーが起動しない、デスクトップ異常などのトラブルが起きます。サウンドは相変わらずのクソ仕様です。なんで設定を保存しないんだろう。プリンターは自動でデバイス認識してますね。でも信用なりません。だってプリンターは2台接続してるのに。それから日本語設定ではファイテックスモズクを入れたんですが、動作がおかしいので一旦削除して再度入れ直しました。初期設定がおかしかったんじゃないかな。GNOME は40にならなかったので変化が少ないんですね。
ネオフェッチ情報もご参照ください。ブラウザーと動画のテストをやってみます。ブラウザーには H.264iFi とマイクロブロックオリジンダークリーダーの拡張機能を入れています。I'm Kronika, Keeper of Time. I'm I guide the destiny of the realms. ブラウザーの動画再生ではフレームドロップがかなりあり、コマ落ちが目立つんですが、まだ今の状態で評価するというのはフェアじゃないです。あくまで現状確認までとします。次はメディアプレイヤーで再生。標準テンポのビデオアプリは H.264 動画がまともに動きません。セロロイドでは問題なく再生できています。このアプリは安心して利用できます。VLC も試します。これも問題なし。MPV も大丈夫ですね。VLC の繰り返し再生テストです。終了できない問題もようやく治ったみたいですね。実はこのヒッポ、SSD から起動しています。そう、設定なしで SSD ブートできるんです。ただし、とても重要な注意があります。ラズパイの USB2 のポートで使用してください。必ずです。USB3 ポートに挿すと SSD クラッシュ、認識しないなど痛いトラブルに巻き込まれます。どのみちラズパイの USB3 はなんちゃって USB3 で速度出ませんから。ディスクアプリでベンチマークも試してみましょう。やっぱり遅いですね。 SD の 80% くらいの速度しか出ません。 SSD は USB3.1 なのにね。以上、ヒッポーのファーストインプレッションはいかがですか？これだけじゃないですよ。この上にマテデスクトップを載せてみました。インストール動画は省略しますが、ターミナルで画面のようにタイプしてマテデスクトップをヒッポーに載せます。起動画面です。右上のボタンで
マテ、グノームが切り替えられます。グノームオン X オーグはやってないけど、多分 X ウィンドウのことかな。パスワードをタイプしてログインします。このマテも SSD から起動しています。マテも USB3 ポートからは起動できません。メニューもおなじみのものです。ターミナルでネオフェッチ情報を見てみます。キーボードのマッピングがおかしいので確認してみます。マテにはコントロールセンターにキーボードアップがありますから簡単ですね。あれ、キーボードレイアウトとキーマッピングが不一致だぞ。これ起動ごとに変わるみたいで、ちゃんとキーマッピングできません。3週間以上ヒッポーを試してきました。公開前の開発版ですので、不具合があるのは当然です。でもラズパイでの情報はほとんどないので、毎日ワクワクしながら評価を行いました。高頻度でアップデートがありますから、アップデート版とバージンインストール版の管理を行い、複数台のラズベリーパイ4でテストを行いました。公開予定日まであと3週間。それまでにはほとんどの問題は解決していると思いますので、皆さんお楽しみに。ご覧いただきありがとうございました。一月ほど前の動画で中国製の USB ハブを3個買った話をしました。お気に入りの1個目のハブで使えないポートが増えて、とうとう1ポートになってしまいました。1ポートならハブじゃなくて延長ケーブルだろうということで処分することに。去年4ヶ月でした。2個目はポートが逆向きだったので反射的に3個目を買ったんですが、こいつらは USB3 と書かれた USB2 ハブでした。中国製あるあるですね。常用できないので両方とも処分決定ということで、4個目を買うことになりました。今度は失敗しないよう Amazon で。でも中国製ばっかりなんですよね。と言いつつも5個目も買う気満々の G でした。ではまた次回。